しっぽじゃ。少年サンデー応募者全員サービスによく応募した。今日は応募してくれたみんなだけに特別にオラが脚本演出制作総指揮した犬夜叉版竹取物語を聞かせてやろう。心して聞くがいい。いや犬夜叉何するんじゃ。態度がでけんだよ。というわけで皆さん、これに懲りずに聞いてください。少年サンデー応募者全員サービス、犬夜叉聞くドラマ CD2。 昔昔あるところに竹取の翁というじいさんがおったとさ。オラ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 、俺が竹取の翁だ。死にたくなければそこどけ。翁は凶暴じゃった。今日も気合い入れて芝刈りしてやる。それは桃太郎じゃ。三魂鉄槍風の傷。あ、どうりゃ。なんと居並ぶ竹の一本がキラキラと金色に輝いているではないか。なんだこの竹。そうか、わかったぞ。竹の分際でこの俺様へ挑戦するつもりだな。大きなは喧嘩っ早かった。やってやる。うわあ、おりゃ。なんと竹の中から玉のような女の子が姿を現した。はじめまして。なんだてめえ、新手の妖怪か。なんだって言われてもまだ生まれたばかりで名前もないんですけど。変なやつだ。こんなやつと関わり合いになるとろくなことね。じゃな。あー、ちょっと待ってよ。誰が待つかって。お座り。お座り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 。というわけで翁は姫を拾わざるを得なかった。お座り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 。何悩んでるのよ。よし、わかった。何が？お前の名前は竹から生まれた竹太郎だ。ってなぜ太郎？私は女よ。だったら竹次郎。だから長女だって。ああ、そうか、だったら竹花子だ。ベタすぎるわよ。なら竹ピーちゃん。鳥じゃないっちゅうの。ああ、めんどくせえ。おめえなんて女その一で十分だよ。お座り。うや、てめえ何しやがんで。あんたが投げやりに名前つけようとするからでしょ。だったら何がいいんで。それじゃあ間を取ってかぐや姫にしましょう。いや、それはどことどこの間なんで。しかも竹がついてねえじゃねえか。いいの。こうして名前はかぐや姫と決まったのじゃった。なんでそれ。カップ麺。それは自転車。その他いろいろ私の世界の便利なものを売って売って売りまくるの。そうすれば簡単に蔵が立つわ。翁はかぐや姫の知識を得てトントン拍子に金持ちになっていった。かぐや姫のおかげですっかり金持ちになったが、果たしてこんなことでよかったんだろうか。ねえ犬夜叉。なんでかぐや姫。私もそろそろ年頃なので結婚をしようかと思うのです。ぐって、私そんなこと言ってないじゃない。しかもまだ生後3ヶ月じゃねえか。こうしてかぐや姫の婿探しが始まった。あのね、まあ芝居だからな。あー楽しみだわ。私のお婿様ってどんな人なのかしら。おーい、かぐや姫。は、来た来た。紹介するぜ。花婿候補のキララ・アウン・ブヨだ。うおーい、って、これのどこが花婿なのよ。どう見ても獣じゃった。だったらこれでどうだ。花婿候補の東東西明賀颯太だ。おい、どこ行くんだよかぐや姫。
もうあんたには頼まないわ。そして集まった花婿候補たちは、紹介するわ。花婿候補の甲賀くんよ、殺生丸さん、弥勒様よ、よろしく。どいつもこいつも愛想が悪かった。くっ、どいつもこいつもうさんくさそうな野郎たちだぜ。いいかてめえら、かぐや姫と結婚してえならこの俺の出す無理難題に答えやがれ。わかったか。大きな風情が偉そうに。それにしても濃いメンツですね。なんだその態度は。おめえら本当にかぐや姫と結婚してえのか。もちろんだ。俺がかごめじゃねえ、かぐや姫を幸せにしてやるから、犬っころはあっち行ってろ。甲賀くん、てえ、どさくさに紛れてかぐや姫の肩抱くな。それから勝手に口も聞くな。ほう、これはこれは。なんで。沖縄は姫の父君のくせに焼いておられる。ばっ、ふざけんな。俺は焼いてなんかね。ほら、進行進行。ああ、そうだったな。ふん。じゃあまずそこのお前、なんか芸をやってみろ。芸だと。そうだ、なんたってかぐや姫は体の中から玉出したり井戸くぐって別の世界を行き来できるんで、芸の一つもなければ向こうになんてなれねえだろ。お願いだから人を万国びっくりショーみたいに言わないでくれる。くだらん。え、帰るぞ、じゃけん。ちょっと待ってよ、まだ何もやってないじゃない。それにじゃけんなんてどこにもいないわよ。こうして殺生丸は帰っていったとさ。へ、残るはうさんくさい坊主だけか。ってことはもうかごめ、あ、じゃねえ、かぐや姫は俺のものだな。そうはいくか、てめえにだけはかぐや姫は渡さねえ。へ、犬っころなんぞにこの俺を止められるかってんだ。試してみるか、痩せ狼。おう、いつでも相手になるぜ。姫、私の子を産んではくれまいか。ほら見ろか、こっちが盛り上がってる時に何勝手に口説いてやがる。はい。あ、おめえも何即答してやがんだ。ではでは、そういうことで。その前に、え、派手に結婚式を挙げましょう。結婚だってそうでしょ、結婚しないと子供なんて作れないわよ。いや、その結婚しなくても子供は作れると思うんですけど。それっておかしいじゃない。だって弥勒様は私と結婚するために来てくれたんでしょ。あ、いや、あ、バーシ様、こんなところで何してんの。いや、あ、サンゴ、あ、どうしてここに。何、私がここにいたらまずいの。ちょうどいいわ、サンゴちゃん。実は私たちこれから結婚。あっ、だだいい天気だな。ささ、早く行くぞ、サンゴ。なんで。いいから、いいから。変な王子様。はあ、根性なし。こうして弥勒も去っていったとさ。他に候補はいなくなった。ってことはこの俺様がカゴメじゃない、かぐや姫の花婿様だぜ。だからそうはさせねえって言ってんだろうが。うぜえ、ゆくろ、カゴメは俺のもんだ。もしカゴメを手に入れたいんならこの俺様を倒してからにしろ。それじゃあ遠慮なくそうさせてもらうぜ。だからカゴメじゃなくてかぐや姫でしょ。こうして二人の喧嘩は丸一日続き。なかなかやるじゃねえか。おめえもな。今日のところは引き分けってことにしといてやら。次はめっためたにしてやるから覚悟しとけ。じゃあな。こうして甲賀も役を忘れて帰っていったとさ。ってどういうことなのよ。何がだよ。あんたのせいで全員帰っちゃったじゃないのよ。もうどうしてくれんのよ。いいじゃねえか別に。え、おめえは俺が守ってやら。犬夜叉。ってごまかされると思ったら大間違いよ。あ、もう怒ったわ。私、実家へ帰らせていただきます。って、お、ああ、ちょっと。
は月へ帰っていったとさ。めでたしめでたし。ふざけんな。これの一体どこがめでたしなんだ。めでたしめでたし。ふざけるな。というのが竹取物語というお話の内容じゃ。ふう、それにしても救いのない話だな。何を言っておる。昔話というのは大抵こんなもんじゃ。なるほど、そういうもんなのか。違うでしょ。ちなみにここに竹取物語の本があります。ちょっと見せてみろ。何何って、全然ちげえじゃねえか。そうかな。しっぽ、てめえよくも騙しやがったな。覚悟はできてんだろうな。待ちやがれ。というわけで、映画犬夜叉第2弾、鏡の中の無限城、見てくださいね。ねえ法師様、なんでいきなり映画の話なの？かぐやは美しかった。いやいやいや、竹取物語が今度の映画に関係があるとだけ言っておきましょうか。こら、しっぽー、やめんかい、犬夜叉。殺すぞ。